さあ、この子もきっと私を絶頂に導いてくれるはず。バラチャーシュー、10月某日、都営新宿線小川町駅 B6 出口到着。本郷通りを大手町方向に進む。お目当てまで6分程度。水戸城町交差点を過ぎ、最初の左折路に入り、6つ目の右折路を進むと、あったあった。熊麺、神田店。豚骨スープに焦がしニンニクやマー油でおなじみ熊本ラーメン、そのルーツといわれる玉名ラーメンの専門店だ。ならばオーダーは一択、濃厚豚骨玉名ラーメンで行くぜ。熊麺さん、昭和レトロで雰囲気最高。いいぞいいぞ、早くラーメンカモン。ってことで仕事が始まった。まず器に返しを入れる。地元熊本の醤油がベースだ。麺を茹でる。軽くウェーブがかかった細麺。スープが登場。野菜系を一切使わず、豚オンリーオンリー豚。豚のいい意味での臭みがきっとたまんねえぞこれ。とお客さん、俺がラーメン食べに行くと隣の客は可愛い女子なのだが、今日はおっち、久しぶりのおっちさん。彼女は役者、モデル、グラビアとマルチな才能で引っ張りだこ、上田美沙央ちゃんじゃないの。先日シュープレのグラビアに登場したばかり。 X のフォロワーおよそ18万のインフルエンサー。佇まいが田中みな実みたいだぜ。おっと、目が合ってしまった。ハワイよと、美女体制が中2レベルなことが露呈したところで、我々を素晴らしき麺の世界に誘うあの奏でが始まる時間。ゆっくりと目を閉じ、耳を澄まそうではないか。ゆっくり、そして小気味よくチャッチャし、麺を器にドボン。その上にネギ、キクラゲ、チャーシュー、さらにたっぷり焦がしニンニクを乗せて完成。ご対面。これが熊本ラーメンのルーツ、玉名ラーメン。非常にシンプルなトッピングではあるが、焦がしニンニクの漆黒からただものではないオーラが溢れている。ド直球豚骨スープにニンニクと美味しい匂いにすでに包まれているぜ。ではスープから。まずは豚骨スープだけでいくぜ。すっげえ、うめえ。豚骨の美味しい臭みが猛烈に強烈に遠慮なく広がる。野生的でオイリーでパンチがとんでもねえ。これが本来の豚骨なのか。醤油はまろやかほんのり、塩気よりとにかく豚骨のうまさにあふれている。では麺はどうだ。いいね。直球豚骨スープにはこの麺だ。チュルチュルっとノンストレスで口にやってきて、言わずもがなのシャキシャキパッツン系の麺。噛んだ時の心地よさがたまらん。オイリーな豚骨スープがしっかり絡み、麺の小麦感との相乗効果がべらぼうだぜ。この時点でかなりの満足感だが、さらなる爆発いこうか。焦がしニンニクをスープに混ぜて、ほら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 、きたきたきた。ニンニクの香ばしさでスープが化けた。
ニンニクのコク、そして焦がしのビター感でスープの旨味がアップ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 。ニンニク入れますかと聞かれるそうだが、もちろん鬼のように入れてくれと答えるべし。お次はチャーシュー、豚バラチャーシュー、どうよ。これ俺が好きなチャーシュー、うまうまうみゃー。しっとりほろほろとろける柔らかいチャーシュー、味付けはかなり薄め、それがいいの。豚骨スープで塩気がプラスされるからちょうどいいの。悪魔的パートナーミッケ、キクラゲ。たまらん、食感が楽しくてバグる。キクラゲシャキ、麺パッツン、豚骨のうめえ臭さ、焦がしニンニクの香ばしさとビター感、もう絶頂です。まいった。私のオーダーは豚骨味噌ラーメン、ギュッギュッギュッと豚の美味しいを絞り尽くした濃厚スープに焦がしニンニク、さらに大きなチャーシュー2枚にキャベツたっぷり、もうビジュアルでもう大満足なブーな一杯。さあスープはどう？私を絶頂に導いてくれるはず、バラチャーシュー。うんまーうんまーうんまー、絶頂、そしてほとばしる。しっとり柔らか、味付けはあっさりめ、豚の美味しいがしっかりわかる薄い味付け、それでいいの。おいミサオ、カロリーどうなの？と脳が抗うけど、その抗いとは裏腹に体はこのラーメンを欲するの。うれしそうにラーメンを受け入れ、楽しいが飽和して私はこの店で果てる。シックで大人っぽいおべべに身を包みながらも、美味しいリアクションは大きくダサい。これがきっと上田美沙夫の魅力。美沙夫ちゃんは小悪魔だ小悪魔だ小悪魔だ。まあ要するに率直に大方の予想通り、平たくととらばからずに素直に言ってしまえば、その時俺は彼女に惚れた。東京に迎合することなく伝統の味をそのまま提供、これが熊本ラーメンのルーツ、玉名ラーメンだ。